ティモシー・ディ・スナイダーティモシー・ディ・スナイダーは、アメリカ合衆国、イエール大学の教授で、歴史家。専門は、近代ナショナリズム史、中東王史、ホロコーストロン、オハイオ州デートン生まれ、ブラウン大学卒業。1997年、オックスフォード大学にて博士号を取得。その後パリ、ウィーン、ワルシャワ、そして、ハーバード大学で研究員を務めた。 近年ウクライナ情勢についての頻繁な発言が国際的に注目を集めているが、もともと様々な紙紙紙への寄稿や講演は多い。外交問題評議会、アメリカ合衆国ホロコースト記念博物館など、たくさんの寄稿のメンバーである。11カ国のヨーロッパの言語を理解することで、一次資料へのアクセスが可能になり、ブラックアースやブラドランズのような、 ドイツ側の視点に偏らぬ後半にして刺激的な、コロコーストロンの発表につながっている。また、ザレット・プリンス、ザ・シークレット・ライブズ・オブ・エー、ハップスバーグ・アーチー・デュークや、スケッチーズ・フロム、エイ・シークレット・ウォーのような、優れた評伝も表している。トニー・ジャットの最後の初心キング・ザ・ツエン・ティース、センチュリーでは聞き手を務めた。ハンナ・アーレント賞をはじめ、受賞歴も豊富である。 2005年に結婚した夫人のマーシーショアも、イエール大学での同僚であり、やはり東、ヨーロッパ市の専門家である。2017年1月に初めて来日し、慶応義塾大学12日、東京大学11日、精神女子大学13日で講演が行われた。ありがとうございます。